魔人任務行こうかなと思いますが、栄華と炎天の道、竜の国へと向かう冒険が間もなく始まる。新たな旅、新たな出会い、それはまるで広大な世界が絶えず広がり続ける絵巻のようだ。見知らぬ土地で聖火競技場は静かに英雄を待っている。行こう。なた、新たな旅へ、ロマリタイムハーバーに行く。ロマリタイムハーバー始まりなんだ。さあ気合い入れていくぞ。こうかな。下なのかな。回復していく。まだ行ってない程度。ヌビレットは竜の国だって言ってたけど、一体どんな場所なんだろう。ちょっと謎めいてるよな。だな。稲妻が鎖国してた時ですら稲妻人とは別のとこで会ってたのに。あ、もしかしてナタって人が住んでないのか。いい感じ。そのワクワクと驚きの表情はそのままで、目線をこっちにお願い。一枚撮らせて。違う！シャルロット、なんでここにいるんだよ。フォンテーヌで活躍してた旅人が間もなく旅立つって聞いたから。こんな絶好の報道チャンス、スチームバード新聞が見逃すわけないでしょ。次に取材したいってなっても今みたいに簡単にはいかないでしょうしね。バレてたか。いつも誰にも別れを告げないで行っちゃうからな。確かに君たちらしいわ。でもたまにはスタイルを変えるのも悪くないんじゃない？っていうのが私たちの考え。タッチ？一緒に戦った日々がまるで昨日のことみたいね。時間があったらまた来てちょうだい、相棒。別れを言いに来た。もし何か困ったことがあれば知らせてくれ。距離なんて問題じゃない。別れを告げると寂しくなってしまうものだけど、別れというのはより良い出会いのためにあるんだ。見送りに来てくれた。永遠に変わらないものがあるとすれば、それは僕たちが一緒に残してきた思い出だと思うよ。わあ、みんな来てくれたのか。うん、これからの冒険に関する物語を楽しみにしてるから、こっちに帰ったらぜひ聞かせてちょうだい。こういう時は写真を撮るべきだろうか。そうだね、ちょうどプロのシャルロットもいることだし。任せて、写真機をセットするからちょっと待ってね。そういえばさっき言ってたナタのことだけど、パイモンの考えすぎだよ。別にナタもフォンテーヌと大して変わらないさ。人間も住んでるし独自の文化もある。ただそういう習慣だから、あそこの人たちはナタを離れようとしないんだ。でも外から来るものは拒まないはずだよ。ナタへ商売や旅行に行ったことのある人は多くいたけど、みんな印象が良かったみたいだったからね。昔はうちのメンバーも結構ナタに行ってたみたいよ。なるほどな、安心したぜ。次こそこれまでの旅みたいに到着早々事件に巻き込まれないといいんだけどな。大丈夫だ。あなたたちの経験と腕なら何があったとしてもきっとすぐに解決できる。まあそれでも危険がないに越したことはないさ。楽しく食べたり遊んだりするのも旅の醍醐味だからね。準備 OK よ。さあ撮りましょう。それじゃあ旅人、いってらっしゃい。記念写真。
と一応話していくか。行ってらっしゃい。いつでも戻ってきなよ。事前に知らせてくれれば他のみんなも呼べるしね。その時はきっともっと賑やかになる。一緒かな。行ってらっしゃい。その時は。ナタには宝石が有名な場所があるんだって。仕事が一段落したら私も行ってみたいな。なるほど。いいのが取れたわ。一枚はバッチリ生地にできそうだし、もう一枚は記念にぴったり。大収穫よ。よかったらしい。で、ナタに行く。ナタに行く。あ、ここね。この間のとこちょっと気になってんだけどな。見たことのない動物もいっぱいいるぞ。でも町っぽいところが見当たらないな。どこに行けばいいんだ。確かに人が住む場所に行けば神の情報も聞けるかもしれないもんな。神に会えばこの旅の意味もわかるよな。ひひ話しやすい神だといいな。オイラたちを敵だと思わないでくれればいいんだけど。さて、道なりに進もうぜ。始まった。小夢桃さんお帰り。今魔人任務、魔人任務言うて今始めたばっかり。ロマリタイムハーバーでフォンテーヌメンバーと別れを告げて、でもう今ここ来たばっかり。まあ、ナタに今初上陸したっていう定義になってる。魔人任務では。見ろ、壁にいろいろ落書きされてるぞ。とにかく道は合ってるみたいだな。こだまの子。人が出てこないの。お、カチーナがいる。ごめん、カチーナ。約束を破るのは良くないって分かってるけど、今回の帰化聖夜の巡礼じゃ俺もセンパーもいい成績を収めないといけないんだ。カチーナの出会い赤く分けとこうかな。